慶イ寺は、栃木県宇都宮市清十一丁目にある、総当州の寺院である。三号は、松峰山。海気は、宇都宮道綱。墓地には、ガモウ君平の墓碑がある。慶イ寺は1396年に、宇都宮家、第12代当州宇都宮万綱によって建立された。墓神戦争の際、1868年5月11日に、 旧幕府軍の合図藩が来襲し、当時に放火して、すべてを焼き払った。同年5月15日には新政府軍の長州藩兵と大垣藩兵が、当時付近に三方を並べて、旧幕府軍を砲撃したという。当時は、その後再建された。1814年には三領子を表して、そんな論の先駆けとなり、 明治天皇より行を称えられたガ茂君平の遺発が分装され、母妃が建てられた。太平洋戦争では7月12日の宇都宮大空襲により、宇都宮市街地の大半が被災する中、当時は戦災を免れた。兵衛市家の深川水ばかりの家を継いだ、宇都宮池上町出身の画家、バイ賢治家の作で、1995年8月22日に、 県の文化財に指定、釈迦三尊像と十六羅漢像を描いたもの。上部には正面向きの釈迦如来像を中心に、右に文字菩薩像、左に普賢菩薩像が描かれ、その下方に仏法を護持する十六羅漢像が釈迦を拝するように描かれている。本堂に安置されている秘仏で、1975年3月25日に市の文化財に指定、 寄席作り。右足に重心をかけた立ち姿で、顔は縦長、送信だが優美な雰囲気を醸し、江戸時代の仏像の特色を有するため、江戸時代の作と見られている。毎年3月18日の縁日に限り、開帳される。ありがとうございます。